はい、もしもし。北方です。黒川学園の。え？驚かせて申し訳ありません。でも、どうしてもお話をさせていただきたい状況なので。それと、この電話は誰かに聞かれているものと思ってください。そうですか。わかりました。13年ぶりになりますか、楠本さん。そうですね。北方先生、ご活躍はいろんな記事で、事務次官におなりとは。たまたまそういう巡り合わせだっただけです。そんなことはありません。楠本さんは世に出るべくして出た方です。私はあなたほど真面目でまっすぐで強い人に会ったことはありません。あの、ミツル君は？まだ眠ったままです。ずっと変わりなく。そうですか。なんて言ったらいいか。何のご用ですか？もしかしたらニュースでご存知かもしれませんが、私は今警察に追われています。沢陽子さんを殺害したという容疑で。ええ、もちろん私がやったんじゃありません。沢君のことは覚えてらっしゃいますか？あのクラスで一番最後までミツルのお見舞いに来てくれてました。それももう10年くらい前ですね。教師になった時は報告の手紙をくれました。でも私は返事を出さなかったので、それっきり。そうでしたか。それでご用は？私に何か頼み事でもあるんですか？そういうことでしたら困ります。いえ、ただ近いうちに私のことで誰かがそちらにお邪魔することがあるかもしれません。それをお知らせしたかったんです。ですが楠本さんには決してご迷惑をかけないとお約束します。すべて私の方で何とかします。あなたのことで今さら私に何か迷惑がかかりますか？そうですね、大丈夫かと思います。そろそろ目的地だ。ヘッドライト消せ。車が2台来る。当たりみたいだな。楠本玲子の電話は盗聴されてる。で、その相手を逆探知までできる組織となると、やっぱり桑名を追ってんのは公安だ。車で向かってきてるのが公安ですか？いや、それだといくらなんでも着くのが早すぎる。多分公安が手駒にしてる所轄警官か RK ってとこだな。最後に声が聞けてよかったです。私から連絡を差し上げることは二度とありません。わかりました。では。いいから早く。おい、全然当たんねえじゃねえか。ダメだ、小さすぎるって。あ、くそ。俺らあのドローンを追わされてたのか。クアナってやつはどこにいんだよ。知らねえって。こんな急に連絡されて急いで捕まえろって言われてもよ、できるわけねえ。特殊部隊じゃねえんだぞ。まあな。でも初めて銃撃てたろ。試し撃ちはやったことあんだ。朝チビどもがうるせえ公園でさ。足元に一発で全員黙らせてやったぜ。もういいよ、引き上げだ。6人のチンピラに銃は一丁か。うわ。なんだてめえは。お前らぐらいだったら桑名だけでも返り討ちにできたかもな。まあそっちもとにかく急いで駆けつけてきたみたいだしね。うわっ、何すんだこの野郎。
誰の指示でここに来た？せっかくだから全部話してけよ。みんな RK の下っ端かな。クアナを知ってるみてえだな。これなら手ぶらで帰らずに済みそうじゃねえか。よっしゃ、絶対逃がすなよお前ら。ぶちかませ。行くよ。誰の命令でここに来た？それは RK の上から。相馬のことか。そんな上じゃねえよ。何人もいるマネージャーの一人だ。そいつは桑名を見つけたらどうしろって？捕まえとけって言われただけだよ。ただ絶対に殺すなとは言われた。殺すわけねえだろうに。はいくらもらえるかも聞いてねえのに。はあ、結局また何も知らねえ末端か。お前らさ、自分たちが公安の駒に使われてるって聞いたら驚く？はあ、公安って？周りのお仲間にも言っときな。 RK なんてさっさと抜けた方が身のためだよ。お前ら程度じゃ何も知らされず使い捨てにされる。そしていつか取り返しのつかない泥沼にはまるだけだ。